それは残念。未だカップ麺ってやつを食べたことないんですよね。はいはい、恵まれた家庭でお育ちで、私は草木の根っこも食べたことあるよ。それなら私もあるですよ。根菜類は栄養価豊富ですからね。なかなかいい感じの絵面で撮れたね。題するなら食い倒れ姉妹ってあたりかい？やめてやめて、こんなだらしない格好撮らないで。そのだらしないのが K だってちゃんと受け入れてあげたらどうだい？カメラが映すのはありのままの事実だけなんだよ。拓也さんって自然とか野生動物撮る人じゃなかったの？仕事は仕事、プライベートで何撮ったっていいじゃないか。それはそうなんだけど、撮られる方にだってプライバシーとか肖像権とかがあってね。そういうことですので、人様の目に触れるところに掲載する場合はきちんと修正入れてくださいね。別に変なところに送ったりはしないから安心をし。それに K の偏見通り、野生動物だって一応は一緒に写ってるよ。オバナちゃんは野生動物じゃないと思う。だって自分でご飯取ってないもん。そういえばオバナちゃんもちゃんと食べた？尻尾引っ張ったら起きますよ。いいよいいよ、そんなことしないであげて。お腹いっぱいの時って眠くなるし、起こしたらかわいそうだよ。そうそう、ちょうどいいからそのまま寝かせておきなよ。何がちょうどいいんです？今から町に出て一っぷら浴びてこようかと思ってね。お花は一緒に入れないだろ。まあ男の子ですから。キツネだからだよ。普通はそうだよね。それよりつづら、あんたしばらく風呂に入ってないだろう。もしかして本当に入ってないの？あちらの川で行水などはちゃんと行ってたりするんですけど、匂います？行水？それって辛くない？夏の間はまあなんとか、それはそれで気持ちよかったりはするんですけど。だやっぱりお風呂がいいですね。じゃあ決まりだね。準備をし。そういえば私浴衣だ。咲夜さんの車で行くならこのままでも大丈夫かな？やっぱり着替える。ちょっと待ってて。別に着替える必要はないよ。そうかな、おかしくないかな。おかしくないさ。布団の中に戻るのに他のどんな格好が似合うって言うんだい？え？あんたは留守番だよ。内風呂ならともかく
外に病み上がりを連れ出すわけがないじゃないか。ユメイがおもりにつくから食べられるだけ食べたら寝て少しでも体力つけときな。この先何があるかわからないんだからね。なんだかよくわかりませんけど、お風呂って意外に体力使いますからね。ケイちゃん、今日は我慢して。よしよし、いい子だね。うー、ひどい、髪の毛ぐしゃぐしゃ。それを望むのはちょっと無理かも。うん？何が無理なんだい？希望があるなら土産ぐらいは買ってきてあげるよ。お土産？桃缶とかアイスクリームとか。いいですね、アイスクリーム。夏ですし暑いですし、お風呂上がりに食べたらさぞ美味しいんでしょうね。だろうね。とはいえ夏の風呂上がりといえば定番は別じゃないかい。冷えたのをこう一気にキュッと。のど越し滑らかフルーツ牛乳でしょうか。いいや、喉に爽快すっきり刺激の。ビールはダメです、残念ながら。私が車の免許持ちならいくらでも飲ませて差し上げられるんですけど、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなの進言によってですね。で、ケお姉さんどうしました？ケ？二人ともさりげなく自慢してる。お風呂入りに行けること自慢してる。そんなことはないですよ。そうそう、ケイの気のせいだろうね。それじゃあつづら、さっさと行くよ。勝手ですよ、さくやさん。やだな、二人とも。そんなに慌てなくてもお風呂は逃げたりしないよ。いやいや、少しは慌てないとね。のんびりしてると湯が冷めちまうんだ。そういうことです、ケお姉さん。それじゃあ行ってきます。もう、ご飯食べた後片付けもしないで行っちゃったよ。元気があっていいじゃないの、つづらちゃんはね。でも、さくやさんはもっと年相応に落ち着いてもいいと思う。そんなことになったら大変よ。大変って、ケイちゃん、どうしたの？ううん、なんでもない。そう。私も手伝うよ。手伝ってもらうほどの量じゃないから。それより、ケイちゃんは寝ていて。サクヤさんだって、そう言っていたでしょ。牛になる。それで眠ってくれるならケイちゃんが牛になっても構わないわ。でもね、本当に私もう大丈夫なんだよ。寒気だとか立ちくらみとか、体に力が入らないなんてことも全然ないし。用心はしておくに越したことないわ。だけど寝つけそうにないよ。お布団の中で横になってるだけでもなんだか暑苦しいし、
体はベタベタしてる気がするし。そう、ちょっとだけ待っていて。ケイちゃん、もう寝てしまった？うん、やっぱりダメっぽい。それじゃケイちゃん、ちょっとだけ起きてくれるかしら？うん。私、別に熱はないよ。そうね。だけど、体を拭いて気持ちよくなれば、眠気も訪れるかもしれないわ。それに、汗もかいたでしょ？ケイちゃん、お風呂に行きたがっていたから、せめてこれぐらいはしてあげようと思って。ほら、手を出して。うん、冷たかった？大丈夫。ヒヤヒヤしてて気持ちいい。そう。もう体も不自由なく動くんだから、それぐらいは自分でできるよ。そう？手や顔はいいけど、背中なんかは大変でしょ？それはまあ、多分。それじゃあ、こっちに背中を向けてくれる？これでいい？ええ。それじゃあ髪を寄せてくれるかしら？あとで髪もちゃんとすきましょうか。ユメイさん、ちょっと。何？浴衣、その、はだけないとダメ？隙間から手を入れてもちゃんと拭けはしないでしょ？どうしたの？その、なんとなく恥ずかしくて。
そう。ケイちゃん、そんなに緊張しないで。疲れてしまうでしょ。それはそうなんだけど。すぐになれるわ。これぐらいでいいかしら。少し腕を上げて脇を開けてくれる？ちょっとくすぐったかった？今のはちょっと、もう少し力を入れてくれた方がくすぐったくはないかも。じゃあこれぐらいなら大丈夫？しない？心配してくれてありがとう。まだ大丈夫よ。まだ？そんな顔しないで。いつそうなるのか私にもわからないだけで、別に我慢しているとかではないのよ。ただね、ずっとこのままなんて言えないから。うん、それはわかる。ねえ、ゆめいさん。なに？ゆめいさんは無理しないでよ。苦しかったら苦しいって、辛かったら辛いってちゃんと言ってよ。私鈍いから、言われないとわからないから、言われないと何もしてあげられないから。お母さんが過労で倒れちゃうぐらい疲れていたことに気づいてあげられなかった。全然ダメな子だから。ありがとう。ケイちゃんはいい子ね。その気持ちだけで十分よ。違うよ。私いい子じゃないよ。私はわがままな子だよ。私は私のために言ってるんだもん。後になって自分を責めるのが嫌だから。